ましょう。アクセスエンターテインメント白川恵美さんです。歌手になる前、カラオケ大会では優勝はもちろん何かの賞はいただいていたという根強い根性の持ち主です。今回岡隆さんの新曲で作曲をしてくださり、歌手仲間としても交流を深めています。さあ、白川恵美さん、一曲では不器用な歌をお聴きいただきましょう。こちらの方の私もちょっとだけ一緒にさせていただきます。
ございました。曲の方でですねご一緒させていただきましたが、実は岡隆さんは男なんですね、私は女で、実は男と女の仲なんです。男と女の仲なんですけど誰も認めてくれないんですが、こういう公の場所ではっきり申しといた方がいいかなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それで先ほどですねアクセスエンターテインメントという会社の皆様方にお名前をご紹介させていただきました。皆様方にはおなじみが薄い会社の名前かと思います。こちらの会社の代表本当は社長が申せばいいんですけど、私が感じたところの話をさせていただきます。アクセスエンターテインメントの内部のことなんですけれども、こちらは決して老舗ではありません。皆様が思っているように三越だ丸いだね、あるいは東武だ西武だっていうほどではないんです。実はでも大変社長さんがいい方で、私はよく洋品店のですねユニクロだと思ってるんです。はい、普通だとこの辺でね拍手があるんですよ、要するにその会社がアクセスエンターテインメントっていう会社の中身ですね。これからどんどん飛躍して、それから世界にも伸びていくような大変大きな歌手が生まれるであろうというふうに思っております。それがこの度の岡隆さんです。会社の方も岡隆さんを前面に推してます。で、私たちタレントもですね、取り巻きは岡隆さんを前面に押し出して、本当は昨日もですね、お母さんの曲、男の未練なく歌いすぎて、ちょっと今日声が出ないんですけれども、そのぐらいですね、みんな周りが頑張っておりますので、今日ここにお集まりの皆様方も、どうぞ岡隆さんの男の未練なく、この後人生の歌われますけれども、ご支援、そしてお帰りにはですね、もう今からお財布の中身を確認した方がいいと思います。入り口で CD が発売されると思いますので、もう用意をされてお帰りになった方がいいかなというふうに思っております。このお話は決して嘘ではありません。曲は女の嘘、お願いいたします。
ようこそ。ありがとうございます。まあ、すいません。ありがとうございます。いつもすいません。ありがとうございます。まあ、ありがとうございます。失礼します。頂戴いたします。赤と黒の色だね。これは何て書いてあるんでしょう。これ、マルゲリと読みするんで、どうも。お久しぶりでございました。いいお顔してらっしゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。最近目が手術したんで、ありがとうございます。ありがとうございます。川越にですね、こういうですね、会社があります。マルエ住宅とか、いろいろ投資とかそうなんですけど、販売をしておりますので、そんな時、CD の販売は岡崎さん。住宅の販売は丸A さん。でもし電話番号が分からなかったら私どもの方へ。で、仲介料は私3%いただきます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。まあ、私ありがとうございます。お気の変わらない一日にさせていただきました。それでですね、今日はなんといろんなところから皆様方がお越しだと思うんですけれども、やっぱり狭山の方が多いんでしょうか。私ですね、先日秋田に行ってきたんですけれども、秋田に行ってきましたら美男美女が多いですね。その次に多いのは狭山かななんて思うんですね。で、ありがとうございます。狭山の人はあったかい。人生を邪魔落としと申しまして、1杯目のお茶は甘く、2杯目のお茶味が出てまいります。3杯目のお茶は渋みが出てまいります。私は深みを増してまいりたいと身に思っておりますので、この後の曲を聴いてください。曲は愛の墓地、どうぞ。
この後岡隆史さんのご登場です。お楽しみくださいませ。はい、ありがとうございます。白川さん、どうぞそのままで。岡隆史よりいい男じゃないの。そうです、あの白川さんのために、あの白川さんのために用意したの。はい、あの年下の男の子。いいね。はい、あ、お茶の子としと申しましたけれども、お茶を無事に帰って